硬すぎ。え、もうこれ治んないだったら俺今季タルコフ無理かな。ふっ、ちょっとなんかやばい、めっちゃ長くなってきた。なんでやばい、ドスドス、やめて。やべ、このゲームの打ち合い方忘れちゃったな。イモリすぎた。100タスで増やせるかな、お金。暖房つけてるわ、部屋。電気代マジでやばい。歴代最強の電気代叩き出したよ俺先月。ありえない電気代出たよ。電気代上がりすぎでしょ今。10万いった。マジでやばい。パソコンつけっぱだからかも。一応スリープモードにしてるんだけど、俺パソコンつけっぱなんだよね。そもそも1日12時間15時間ずっと配信してるわけだから、配信しながら配信してる PC ってん、配信しながら動いてる PC ってそれだけで電気代やばいんだけど、それを毎日毎日1日12時間だか15時間やってるわけじゃん。プラス暖房とかあるからちょっとやばいね今。くっそ値上がってる。まあ暖房もあるね。床暖はつけてない。暖房しかつけてない。まあ子供部屋は暖房つけっぱだね。あと猫の居住スペースも暖房つけっぱだね。いやでも犬猫も体温下がるらしいよ。特に家猫なんて多分慣れてないから、なんか寒い日によく聞くね、そういう話は。寒い日に暖房つけてなかったら一気に病気になってっていう話俺よく聞くよ、犬猫は。まあ長毛だからもしかして大丈夫かもしれないけど、うちの猫それでもちょっと怖いな。家猫だし慣れてなさそう。寒さに耐性ないよ多分。もう生まれた時から部屋が常に涼しくて部屋が常にあったかいから、多分もう体温調節機能忘れてるよ。上下が分かんねえ。画面映したっけ俺。ワンちゃん近い。右壁弱えんだな。SVD で破壊。同打ち2発。背中を向けたら全部背中吸ってくれないからね、このゲーム。前だったら腕がダメージするけど、後ろは吸ってくれないからね。破壊されますよ、背中から。やべえ、寒い今日。生まれて初めてだ、俺寒いって思うの。今日寒いね。俺生まれて初めて寒いわ、今日。やばいね。マジか。マジで寒いと思ったことないんだけど。硬すぎ。え、何これ、壊れてる。あー壊れてる、このゲーム壊れてる壊れてる、もうダメだ、壊れてる。タルコフもうなんだよこれ。いや今の後ろからだね。相手の人多分超ラグってた。相手の人もラグってて、俺が急に出てきてなんか撃たれたみたいな感じになってると思う。結局でも2人組が勝ったから俺は装備全部失った。あいつは味方に装備隠してもらえるんだろう。1人だったら俺の勝ちだったのによ。ちょっと待って、これやばいわ。怖いんだけどこのゲームねえ。どうすんのこれ。ストリートだけ？このクソみたいなラグ。エーペックス帰りだからエーペックス、エイムちょっと温まってると思うんだよな。俺、ストタルが一番好きだね。ストタルが一番好きだけど、もうなんか、ラグすぎて話にならんね。一番面白いでしょ、ストタルが。もう何も考えずストタルだけ生きてよ、俺。タスクとかも一回放り出して。あ、俺これダメだ。やばい。あのコネロスはないな、これやばいかも俺。もうこれ治んないだったら俺今季タルコフ無理かな。あ、やばい。一昨日やった時にもうなんか重いサーバー、俺が言ってるサーバーが死んじゃって、今おまかんではないんだけど俺サーバー1個しかつなげないんだよね。
そこのサーバーが直らないかったらガチで多分もう無理なんだけど、あ、ごめん、これ終わったわ。今期これちょっとダメっすね、俺。もう俺ここのサーバーにしか来れないんですよ。で、一昨日からこのサーバーマジで終わってて、終わりましたね。これ終わりましたね。多分もう無理だね。他の海外のサーバーに俺つなげない。経路問題だと思う。海外サーバーだとピンが全部300超えちゃうから多分無理。ワンチャン俺チャイナサーバー乗り込もうかな。チャイナサーバーだったらいけそうな感じする。もう今の俺ダメだ。これアジア、まあ、言ってしまうと俺アジアに絞ってるんだけど、なぜかというとアジアにしかダメ、アジアしか無理だから。シンガポールに繋がっちゃうと積むんすよね。これ多分シンガポールだと思う。シンガポールサーバー今かなり調子悪いっぽくて、そこに繋がったらもう終わり、俺。まともにゲームできない。しかも結構な頻度で繋がっちゃうから、もう動けない。本当に動けないレベルでやばい。もうロスト確定。シンガポールはシンガポールであんのか。どこだろう、じゃあこれ俺。アジアサーバーにしてる。ああ、もうダメだね。保険もかけてない。ダメだね、これ。いや、俺オート外してるよ。いや、割と信じらんないかもしんないけど、もう繋がったらダメなサーバーあるんですよね。これはもうね、その人の環境次第。俺はもう繋がったら終わりのサーバーが存在するから。一昨日から。ちょっとゲームになんないかも。治ってればなと思って。一昨日からなんだよね、しかもこれ。俺はもうオートもつけてないよ。アジア1点しかつけてない。シンガポールワンチャンかな。試してみるか。多分国内のどっかのサーバー、これアジア圏のどっかのサーバー死んでんだよね。もうアジアサーバーこれ行かない方がいいよ。多分終わっちゃうよ。まあ他のサーバーつながるならいいか。ちょっと怖いな、これ上振れ引いたら落ちそう。このサーバーシンガポール若干飛んだり、この様子もしないしな。若干飛んでるのも多分これソタルでしょ。ソタルだからでしょ。良さげだな。あぶねえ。俺はまだできるのか、タルゴフが。ロシアイーストマジで。まあ、なんか去年ぐらいやってた時チートが一番多いイメージだったけど。言うて時間帯にもよる感じだったから。選択肢がいっぱいあるのでかいんだよな。ロシア行けなくなったの痛い。去年だかおととしだかやってた時は、ロシアが一番チート多かったかな。ありえないぐらいいたかな。なんでロシアに集まるんだろう。集まるっていうか普通にあっちの人なのかな。BF の時はドイツとかロシア、ドイツだかロシアだかどっちか忘れたけど、結構チート業者盛んだったんだよな。中国サーバーも一応チーター潰されてるからね。なんかどっかにしょっぴかれたんじゃなかったっけ、一番でかい大手のチート業者が。中国もだから多分一時期より落ち着いてんだよね。一番でかいとこ潰されたんだよね、なんか去年。チート業者なんかのゲームで芋づる式に漁られて。ああ、でもなんか全然大丈夫そう。うんがぽピンタケーのは気になるけど全然大丈夫そう。逆に俺前の回戦だったらシンガポール来れなかったんですよね。まあシンガポール自体がちょっとやばかったんだけど、引いてったか。若干コネの数したりしなかったりだな。まあ 10% ぐらいなら大丈夫か。どこサバだこれ。あ、マスク欲しい。これ欲しいんだよな俺。え、これなんでこんな軽いんだこのサーバー。ふっ、うーわー、さっき死んだからだ。うわー、さっきラグって死んでから流れがいい。ラグ死してから今40万ぐらいすんじゃないグラボー。うーわー、マジかよ。ラグ死してからの流れよ。ワビグラボー、ワビインテリ、ワビグラボー、めっちゃいいじゃん。ワビインテリやべえ。なんかもう戦い方忘れちゃったよ俺。このゲーム戦闘が怖い。セリーの鍵に怯えてる。未だに未だにちょっと PTSD になった。え、
ペペ CR カップからちょっとセリの影に怯えてんだよな。敵全員セリに見える。怖いっす。マジで PTSD。 スカブか。あ、プレイヤーか。なんかさ MP7 強すぎてさ、欠点スカブか PMC か分かんないんだよな。敵がゴミのように死ぬから。 MP7 強すぎるよね。あ、 PMC か。バスケバレか。N スカだ。ちょっとなんかやばい、めっちゃ良くなってきた。なんでやばい、ドスドス、やめてくれ。なんでさっきまで軽かったのに。あ、やばい、スカブ寄ってきたら重くなった。なんでドス、これちょっと勘弁してくれ。ドスはエーペックスだけにしてくれ。バカ重くなってる急に。なんで今エーペックスドスやばいらしいじゃん。エーペックスこそチーターに潰されたゲームだよな。チーターがいないエーペックスってマジ神ゲーだからね。やばいやばい、スカブがドスしてくる。ちょ、スカブが近づくと重くなるんだけど、このゲーム。スカブにドス食らう。スカブ2人近くに来たらコネロス出たもん。何これ、そういうのあんのかな。マジでスカブに近づかれたら重くなるって。オフラインモードだとこのゲーム FPS144 張り付くからね、ソタルでも。だから PMC とかスカブが負荷になってるのは間違いはないんだけど、ドス攻撃を食らっている。こちら関裕太。一回ちょっとさっきからラグで死にまくってるから、一回無事に帰ろう。2連続俺ラグで死んでる。3連続だ、3連続ラグ死してる俺。やばくない、あれ2連続か、いや3連続か。マジでありえない死に方した。一回無事に帰っとくか。今日一回も帰れてない。でも比較的このサーバーは本当にやれてるわ。焚き火が 125m タスクの、なんだろう、狙い目のポジションだから、ちょっと怖いっすね、焚き火で帰んの。まあいいか。あ、いないね。あそこにいたら125だね。これ、ちょうど 127m ぐらい。今グラボいくらだろう。今グラボいくらやろう。26。おお、うま。大将と思い出したけど、3月25のイベントまでに5キロ落とそう。人前に出るから久しぶりに、そんなたくさんの。めちゃくちゃ倍率やばそうだけどな。チケット買えんのかな。正直加藤さんだけでもチケットの倍率とんでもないことにならないっていうか、加藤さんだけでもやばいと思うんだけど倍率。